バールは、モンテネグロの町及び、基礎自治体で、アドリア海沿岸に位置する重要な港湾都市である。樹齢2000年のオリーブの木モンテネグロ語やセルビア語では、バールの名称で知られ、イタリア語では、アンティバリ、または、アンティバリ、アルバニア語では、ティバーリ、キリシャ語では、アンティバリオン、または、フィバリオンの名称で知られる。バールの名称は、アドリア海を隔て、 イタリアに位置する都市バーリと繋がりがあると考えられる。考古学的な発見により、新石器時代以前より、バール周辺では、人が暮らしていたことが確認されている。古代のイリュリア人の生活の痕跡も残され、バール市内の様々な場所で発見されている。古代ローマ期は、町としてのバールはなかったが、6世紀に、ローマの要塞、アンティパルガルが再建されたと考えられアンティバリウムの、 なで10世紀に初めて引用されている。その後、スラブ人の侵入が進み9世紀には初めて教区が設立された。10世紀には、ミハイロ王が支配するドゥクリャ王国が成立しバールはその中心でもあった。ドゥクリャ王国は周辺と激しい戦いを繰り広げ、歴史家によれば1077年公式にビザンティンから分離したと考えられている。 その後は12世紀にかけ徐々にビザンティンの支配に変わっており、1166年から1183年、再びビザンティンの支配となった。ビザンティン後は、ステファン・ネマニャによりアドリア海沿岸やバールは、セルビア王国のファントに取り込まれていった。14世紀頃になると頻繁に支配者が変わり、1443年から1571年にかけては、 ベネツィア共和国領アルバニアベネタであった。中世、バールは都市国家としてアドリア海南部の中心となり、自治を謳歌し、独自の都市圏や高価の中造圏を有していた。ベネツィア支配の影響からバールでは18世紀まで一部でベネツィア語が使われていた。1528年になると初めてオスマン帝国が侵入し、1571年には オスマンの支配下に入った。1878年までオスマンの支配は続いたが、正教の大主教区は維持されていた。1877年、モンテネグロ人の攻撃により町は破壊バールでの戦災からの回復は困難であった。1878年のベルリン会議によって、モンテネグロはバール、ウルツニの領有権を得て会場への道が確保された。 1904年8月30日、イタリアの発明家、グリエルモ・マルコーニにより、バールとアドリア海を挟み反対側のバーリとの無線通信が成功し、1908年9月2日に、スカダール湖畔のアンティバリビルパザールまで、モンテネグロ発の狂気鉄道が敷かれた。第一次世界大戦に入ると1916年には、オーストリア・ハンガリー帝国の軍隊によりバールは、 占領されるが、戦後は、ユーゴスラビア領となる。1920年代になると、観光が、盛んになり始める。第二次世界大戦時の1941年からは、イタリア領となり占領された。同年7月に、バール周辺ではパルチザンによる抵抗が開始された。戦後、解放されると1959年にバールには、標準機の鉄道が敷かれ当時、キトーグラードと、 呼ばれていた現在の首都ポドゴリツァとの間が結ばれた。しかし、ベオグラード・バール鉄道の前線開業は1976年まで待つことになる。1979年には大規模な震災により、バールは壊滅的な被害がもたらされ、旧市街から新たに沿岸部に建設された新市街に町の主要な機能は移っている。 バールは年平均270日の晴天日に恵まれ、年間平均日照時間は2160時間に上る。また、年間88日間は、ハエが吹き込みそのほとんどは陶器に見られ温暖で、穏やか風がアドリア海から吹き込んでくる。夏の平均気温は、摂氏28度で冬でも摂氏10度程度と、温暖な地中海性気候の地域となっている。また、 バールは多様な植物賞と動物賞があり、沿岸部は草林で占められ北側に向かって、ストルマン、リシニエ、ルミア等の山海になってより多くや浜辺の木々が混在している。草林には多く、コナラヒイラギ、月桂樹、銀梅花、レダマ、西洋竹等サンザシ、スロー、ナギイカダなどが含まれる。柑橘類のタンジェリン、オレンジ、レモンをはじめ、ザクロ、オリーブ、 ブドウ、イチジクなど様々な商品作物が栽培されている。観光客を引きつける見物の一つとなっているものに、ミロビツハと、ギンクゴビロバにあるニコラ王公園内の古いオリーブの木があり、オリーブの木は樹齢2000年と推定され世界でも最も古い樹齢とされている。ストルマン、ルミヤなどの山間部は、ウサギやキツネ、アナグマなどの狩猟も盛んである。魚介類も、 また豊富に取ることができる。シュコダルコは270種類の鳥類が生息し特に、ペリカンの重要な生息地で希少種の鳥類の生息地でもある。シュコダルコはバルカン半島では最大の面積の湖で、モンテネグロ南東部に位置しる宮山により海とは隔てられている。湖は長さ5 0トル、幅1 4トルあるが季節により変化する。春や秋には、 水量が増し500平方キロメートルとなる。夏には水量が減り350平方キロメートルとなる。シュコダルコはモンテネグロとアルバニアの国境となっているが、湖の63%はモンテネグロ側に含まれている。湖には数多くの島が浮かび、マウントと呼ばれている。ビルパザールからクライナ方向は湖の入り江は多くの砂浜が広がり、 無理地浜は長さ560メートルありよく知られている。バール市街はバール基礎自治体の行政的な中心で、バール基礎自治体内には、ストモレや他の沿岸部の小さな町も含まれている。2011年現在のバール基礎自治体には42,048人、バール市街には17,727人が居住している。 2011年現在の民族構成バールは多民族な町というだけでなく様々な宗教が争いもなく共存してきた。バールでは、正教が多数派となっているがバールでは、正教は11世紀にまで遡る。バールは4番ウラディミールの生誕地で、モンテネグロでは重要で著名な聖人である。また多くの教会や修道院が自治体内には隣立し、 シュコダルコは時折、モンテネグロの聖なる地と呼ばれることもある。ローマンカトリックはバールにおいて重要な役割を果たしている。バールは、ローマンカトリックバール広塚左京区の本拠で、コトル周辺部以外のモンテネグロの大部分をカバーしている。イスラム教は1089年に遡り、オスマンによりもたらされた。多くのモスクがバールにもありそのほとんどは、スタリバール近くにある。 バールの経済的な象徴は、バール港、ベオグラードバール鉄道、ソジナトンネルである。バール港は最もバールの街を特徴づけるもので、沿岸部は3100メートル、陸側は800ヘクタールを占め、毎年500万トンの貨物を取り扱っている。バールはモンテネグロに入ってくる貨物の総数の大部分を取り扱っており、多くの商社や小規模な貿易業者がバールを本拠地としている。 1976年には、ベオグラード・バール鉄道が開業し、旅行者がアドリア海沿岸に容易にアクセスできるようになり、バール港にも新たな市場を提供するようになった。夏の期間の観光客に頼る他のモンテネグロのアドリア海沿岸の街と異なり、鉄道とバール港はバールにとり年間を通じてより、多くの経済的な活動を与えている。食品産業では、プリモルカ、 プライモーカがバールで50年以上にわたりオリーブ油やよく知られたザクロジュースを製造している。バール自治体内には9万5000のオリーブの木と8万の柑橘類の木が栽培されている。バールでは中小企業の創業や新しい工業地区、自由貿易地区の推進が特徴として挙げられる。バールはバルスカ社が運行するフェリーによってイタリアのバーリと結ばれ、 季節運行の便により、アンコーナとも結ばれている。モンテネグロのアドリア海沿岸の町や島々とも、航路により結ばれている。2006年に、ソジナトンネルが開通し、5 0トル離れた、ポドゴリツァまでの距離が短縮された。アドリア海沿いの幹線道路により、ウルチニ、ヘルゼグ、ノビ、クロアチア方面と結ばれている。また、将来的に完成が見込まれる。 ベオグラード・バール道路によって、バールは恩恵を受けることになる。鉄道では、ベオグラード・バール鉄道の終着地点となっている。空港は40キロメートル離れた場所に、ポドゴリツァ空港があり、欧州の主要都市と定期便によって結ばれている。バールには、豊かな文化や多くの歴史的な遺産が多く、残されている。最も古い歴史があるものの一つに6世紀以来の、 バールトリコンチ教会が挙げられこの教会は、モンテネグロでも、最古のキリスト教の建築物で、町の中心部にその名残を留めている。12世紀には、リエトピス・ポパ・デュークラジャニーンナが作られ、中世に作られた、最も重要な文学と歴史の作品である。 町の中心部から数キロメートル離れたラタツ半島にベネディクト海に属するボゴロディサラタチュカ修道院軍がある。おそらくこれらの建物は9世紀に設立されたものであると考えられている。海辺の小さな町であるストモレにはベネツィアとオスマン帝国両方の余剰祭の一部であるネハイ城祭が残されている。ベネツィアの城祭の町ネハイは16世紀。 ホーツテェテ・デイスプッツィによって最初に文書に記録された。バール自治体内には14世紀から15世紀にかけ、バルシッチ家時代に建てられた美しい教会や修道院がシュコダルコの島々にある。19世紀の歴史的な文化財には、ニコラ高級殿がバールでも最も注目されるものの、一つで1885年に海岸に宮殿はニコラ一世から、 娘のゾルカ王妃とその息子であるペタール、カラジョルジェビッチに贈られたものである。宮殿は大小の宮殿、教会、衛兵場、冬の庭園で構成されていた。1910年には広い舞踏場が宮殿に作られている。宮殿を含む公園内には地中海製の様々な商品作物も植えられ、その中にはコルクの木も含まれている。宮殿の前には 木でできた桟橋があり、ボートやヨットを経由する設備が備えられている。1866年から1916年にかけ、ニコラ一世は10隻のヨットを所有していた。バール基礎自治体は12のコミューンと83の集落に分かれている。ありがとうございます。